ワイルドラッシュはアメリカ合衆国で生産、調教された競争場及びシュボバ。アメリカで G1 競争を2勝し、日本エタネボバとして輸出された。1996年12月の未勝利戦でデビューし優勝。翌1997年5月のイリノイダービーをレコードタイムで制し、重賞初勝利。他には準重賞のレミントンパークダービーに勝っている。 1998年に入ると本格化し、初戦で4着に敗れた後カーターハンデキャップ、メトロポリタンハンデキャップと G1 を連勝した。同年11月のクラークハンデキャップ3着を最後に現役を引退。1999年からアメリカケンタッキー州のアデナスプリングスでタネボバとなる。2004年からは総額3億2900万円のシンジケートが組まれ、 日本のアロースタッドで共用されている。外国サンバパーソナルラッシュが2004年のダービーグランプリに優勝し、日本国内の GI 初優勝。また、アメリカに残した3区が日本への輸出後に次々と活躍し、購買時の倍以上となる800万ドルで買い戻しのオファーが届いたこともある。2011年のドバイワールドカップでは、トランセンドがビクトワール基礎の2着と、 構想した。3区の活躍はダートコースに偏っており、2010年中央競馬のダート限定のランキングで3位に入ったのに対し、芝では50位以内にも入ったことがない。2018年7月27日、低要炎の悪化により死亡した。日本登録版以外は GI 競争優勝場の未記載。太字は GI 競争。競争名の前の国旗は開催国。 ありがとうございます。